あ、できた、できた。あ、そうか。ごめんなさい。なんでできなかったって言うと、キャンセルボタン押してたからですよ。B ボタン。A ボタンで決定なんで、B ボタンキャンセルなんでね。僕ずっと B ボタン押してたからダメだったんですね。はい。あ、じゃあ、いいやん、これ。この SD カードじゃなくてもいいやん。いや、もう機械音痴ならではのミスですね。はい。その B ボタン押したらキャンセルになるんですよ。はい。で、今ね、専用の SD カードに変えたんで。はい。で、これで始めるしますね。あ、またや。またキャンセル押すまで間違いだよね。B ボタン押したらキャンセルでタイトル画面戻ってまうんですよ。はい。うわ、選べるんですね、これ。まあ僕はこれでいいですよ。はい。序章。第1部、暁の、巫女か。序章、灰色の空の下で。すごいね、アニメーションがね。いたか。おお、アニメーション。この辺りにいるはずだ。探せ。声が出るやん。なんだ、誰もいないじゃないか。火で物音がしたと思ったんだ。っていうね、このゲームの主人公なんですね。結構人気キャラらしいですね。確かに可愛いですね、ミカヤね。やっぱりこういう感じなんですね。読む感じになるんですね、文字をね。遅いな、あいつ。あ、こっから始まるわけか。いいか、やろうとも。街にいるのはガキとジジババだけだ。遠慮はいらん。残さずかっさらえ。でも危ないから離れてて。エディ、最初にどう動くべきか覚えている。はい。指南を受けますか。基本戦略。まあ、とりあえずいいですね。はい。もうすぐに戦い始めたいんで。まず、ミカヤがちょっと離れた場所から魔法で敵を攻撃する。敵の全滅。
エディね。ならず者。これがボスか、プーゴ。ならず者。はい。なるほどね。はい。じゃあやってみましょうか。ミカヤっていうのは、Y ボタンでスタートする。あー、魔導士なんですね。主人公魔導士ってすごいですね。なんか、今までなかったですね。剣士なんですね。なるほどね。ライト。へへ、女の崖なら高く売れる。いい子だから抵抗するだよ。お、なんか違う言葉で喋ったよね。まさか。おお、強い。一発で倒した。どのようなものにも等しく女神の導きあらんことを。後ろが来た。ミカヤ、レオナルド。レオナルド、よくここに、わかったね。わかったわね。あの小鳥が教えてくれた。何があったか知らないけど、二人だけで戦いを始めるなんて全く無茶をするよ。ごめんなさい。お願い。レオナルド、あなたも力を貸して。関節の指南を受けますか？いいえ。アーチャーなんですね。はい。じゃあちょっと攻撃してみましょうか。あ、そうか、移動してもうたからね。いいや、終わりにしよう。だから離れたところから攻撃できますからね。独走電流と。エディの攻撃見てみましょう。ボスだけですね。はい。
ボスは動いてこないのかな。あ、動かないのか、ボスは。そうか。ガキどもが調子乗りやがって。無駄だ、気に食わねえ目に見してやがるぜ。みんな苦しい生活を強いられながら、それでも懸命に日々を生きてる。なのにそんな人たちから奪おうなんて、うるせえんだよガキが。てめえら売った金で遊べりゃそれでいいのさ。ゲドウですね。頑張った。めっちゃ上がった。はい、じゃあこの剣士がとどめさせてくれ。あ、またか。おお、やばっ。なかなか強いな。危なかったね。はい、倒した。うわ、めっちゃ上がった。これでクリアですね、助走。行くか。やったな、俺たちの勝利だ。ユンの終わりで。お姉ちゃん。あんたたち本当にありがとう。あんたたちは命の恩人だよ。お前たちそこで何をしている。やばい。ベグニオン、重トン兵が、今頃出てきやがって。捕まるわけにはいかない。ミカやエディ、逃げよう。私たち行かないと。わかってるよ。さあ、早くお逃げ。バイバイ、お姉ちゃんたち。僕、ニコ。また会おうね。ほら、またんか。なんだ、あいつらは。ゼルド将軍、いつもこちらにお見えで。聞こえなかったのか。今逃げていった奴らは何者だと聞いているんだ。あ、はい。奴らは我が民衆から離発した物質を狙う、暁の団なる、盗賊どもの一味ではないかと思われます。噂では奴ら奪った物資を民衆の手には渡しているとか、義賊気取りです。しかも奴らの仲間には銀の壁の乙女と呼ばれる占い師がおり、その者は手をかざすだけで、怪我を立ちどころに直してしまうとか、町の者どもの間では救世主扱いです。それでお前たちは今まで何を知っていた。あ、我々は数日前に奴らの預けを突き止め、乙女らしき娘を発見しましたが、奴らは、なんて読むやろこれ。抜け目なく、未だに逃げ延びています。なるほど。大体理解できた。は。お前らがいかに脳なしかがな。脳なしかな。ああ、倒したのか。ぐは。おい、そこのお前。そこらにいる奴を捕まえて吐かせろ。団の人数、居場所何でもいい。はい、かしこまりました。多少なり手応えある者どもだとよろしいですな。あるだ。全くだ。監視役なんて退屈な任務、刺激がないとやってられんからな。
はい、これで助走クリアってことですね。はい、灰色の空の下で2章ですね。2章ちゃうわ、1章か。奇跡の乙女。暁の段隠れれば昨日のことサザたちにどう言えばいいかしら。ニコたちを助けるためとはいえ、エグニオンの重トン兵たちに姿を見られたのはまずかったね。この隠れ家もまた見つかってしまうかもしれない。ああ、自分の国なのに何だって隠れ暮らさなきゃいけないんだ。このミカヤっていう女性ね、あれですよね、カプコンファイティングジャムに出てくるね、イングリッドにちょっと似てる気がしますよね。あの銀髪でね、銀髪の美少女というかね。はい、3年前の戦争でクリミアに負けたから、それ以外は理由なんてないよ。全く、なんだってクリミアは俺らの国の支配権を放棄したんだ。おかげでベグニオン帝国の上等兵が入り込んできて、我が物顔で好き放題じゃないか。クリミア軍にだって一国を支配しておけるほどの余裕がなかったわけじゃなかったんだろう。サザ、ロイスもお帰りなさい。怪我はない。これで暁の団が全員揃ったね。でも今回は妙に帰りが遅かったね。何かあったの？そろそろ俺たちの名も漏れてきたせいなのか、重トン兵の警戒がきつくて手間取ったんだ。それに何かの事件でもあったのか。この辺りの見回りの数もいつもの倍になっていたぞ。あ、それは実は。なるほど、俺たちが留守の間にそんなことがあったのか。ベグニオンの重トン兵に姿を見られてしまってごめんなさい。警察だった。それはもういい。それより癒しの手を使ったりしていないだろうな。え？癒しの手は相手の傷を癒す代わりにミカヤの体を傷つける。しかも道具を使わずに傷を癒すことができるなど人に見られたら。分かっている、噂だ。ありがとう。どちらにしてもここにもう安全とは言えない。荷物をまとめよう。そうだな。ああ、飯くらいゆっくり食いたかったな。なんかゲームの進め方は前作のね、やっぱり、草原の奇跡にちょっと似てる気がしますね。こっちもダメだ。どこもベゴニオン兵で固められてて、猫の子一匹、這い出る隙もない。やはりここの警備が一番手薄ということになるか。しかしそうは言ってもな。後ろからも兵が迫ってきているわ。早くしないと、挟み撃ちになってしまう。サザを待っている理由もないな。よし。教会の脇の階段の向こうでは一番に続いている。あそこを強行突破するぞ。俺が先頭に立って、退路を確保する。ミカやレオナルド、後方からの援護を頼む。敵と距離を取りつつ体力を削ってくれ。ええ。向かせて。エディ、お前は、しんがりを務めろ。少し、成長した、とはいえ、お前もまだまだ体力がない。無理にかかっていかずに、敵の攻撃をしのぐに徹しろよ。いいな。知恵分かったよ。はい。勝利条件、敵将の撃破、指南受けますか。これ、指南っていうのは、説明ってことですよね、おそらくね。受けるってやってみたらどうなんの、これ。説明。ああ、そういうことね。アンナ。では、勝利条件、敵将の危機について説明するわね。どのマップの敵軍でも、必ずと言っていようと、その軍のリーダー、ボスユニットが存在するの。で、敵軍のボスユニットを倒すことが、敵将の危機派という勝利条件よ。どのユニットがボスユニットなのか、オンマップでも確認できるわ。このように、ボスのユニットには、それを表す専用のアイコンが表示されているわ。また、プラスか。プラスで開く状況画面でも確認することができる。
これがその状況画面なんだけど、右半分にマップ全体を上から見た画面が表示されているわね。この青い丸が味方のユニット、赤い丸が敵ユニットを表しているの。そして赤い丸の中に特に目立つように表示されているのがボスユニットよ。以上で勝利条件敵将のキッチャーの指南が終わりよ。ボスユニットさえ倒せばいいマップなんだけど、それだけに突然マップクリアしちゃうことがあるわ。ボスユニットの戦いが近づいたらやり残したことはないか考えながら戦ったり、ね、ああそういうことね。これがボスってことか。イサイヤ。天使ね。あ、ここにもいるんですね。なるほどね。で、こっちはレオナルドとエディとミカヤとノイスがいるわけですね。訪問するとこが、ここ訪問できるところか。あんたたちもしかして何も言わなくていいよ。これを持っていい。早くお逃げ。あんたたちはデインの、貧しい者の救世主だよ。傷薬で見えましたね。ここは入れないのか。はい。サイヤ隊長、作戦通り暁の団が逃亡しき連中がこの路地に姿を現しました。そうか、バカな奴らだ。きっちり仕留めて帝国の奴らに腕を振り込んでやるわ。あ、来た。うわ、結構減ったな。戦士なんですね。はいはい。ちょっと一回下がろうか。一気にバーって表示されましたね、今ね。A ボタンを押せば、あれの、ピン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 っていうのを飛ばして、パーってこうね、一気に表示させることもできるんですね、あれね。ちょっとレースが、レースはそうか、今、もう動かしてるのか。じゃあ、これで勝負にしようか。うわ、めっちゃ強いな。結構減るね。
うわ、強い。やっぱ強いですね。ついに司祭様までまで収容所に送りにしやがった。でも俺には、何もできない。炎のあんたたちにやるよ。俺はあんたみたいな勇気はないんだ。はい、ちょうどね、戦士だから良かったですね、手斧もらって。そうか、ここ。やばいなぁ、やられてもうたんや、俺。俺だって、ちゃんとやれるのに。え、ゲームオーバーなんの？エディやられたら。あ、そうなんや。そうか。飛ばしますね。また最初からですね、これね。
スタートを押せば飛ばせるんですね。あ、でも親帰ってきましたね。はい。ちょっとまあ中途半端ですけどね。やられちゃったんですけど、一応とりあえずまあこんな感じってことですね。ゲームとしてはね。はい。はい。じゃあ今回これで終わりにしたいと思います。まあ次回ね、草原の奇跡とか暁の女神僕がやる時が来るとしたら、おそらく友達に貸してから、ね、友達が全部クリアして、ね、帰ってきてからってことになるので、だいぶ先になるでしょうね。1年後か2年後ぐらいになるかと思いますね。はい。じゃあ今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。